どうもエルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。スカーに追っかけられてだね。安全か確認するよ。安全かね。あれ、ケンタッキー州。あ、見たい。コインが見たかった。あ、コインはアビー用だね。あ、記念コインって感じか。もう、じゃあ。おい、アビー。おい。パイプ爆弾作れるんじゃねえか。マジで。わかった。外にいた方が良かったんじゃないの。平気。楽勝だって。パイプ爆弾。ああ、本当だ。パイプ爆弾だ。でも、ああ。あーはあ。サバイバルガイド、あー、エリーみたいな感じか。でも作れなかったんでね、パイプ爆弾。ないな。とりあえずアビー編も物資は大事そうだね。ここ隠れ場所だらけだね。敵がいる。感染者。感染者ね。作れないってことはどうしても発砲音がするわけか。あのさ、コントローラーマジでやべえな。この野郎。おい、パツー。いやいやいや、まさかビーン投げるとは。まあ、なんだかんだ誤作動から正解な行動にはなったね。これ登って登って、あ、ではない。あー、そういうことか。切り替えて、サプリメントね。うわ、全然ちげえな。体力を上げとこ。で、届く。アビー、やばいね。フリッカー。まずい。おお、アリスナイス。
やばいやばいやばい、それはやばい、それはやばい、それはお前はやばい。あーで爆弾がいるのか。みんな無事？うん、弾が切れそうだけどな。同じく。出せ。さっさとずらかろう。脱出するよ。待ってくれ、物資だけ。手伝って。はいよ。レディーファースト。このお腹じゃギリギリ。先行けよ。レディーファーストでしょ。お前最高。レディーファースト、どっちが男っぽいかっていう話は。アビーのお父さんの温室みたい。どこが？植物生きてるよ。まあね。お前らよかったな、絆が深まったんじゃねえか。マニ黙ってる。ピッピッ。うわ、でもそうだね、アビーが切れるのもわからなくはないな。うん、これか。スカーは？基地は目の前。スカーもいねえな。油断大敵。うん、先に進もう。なんだかな、昔はここでスカーに襲われた。旧戦時代が。そうなんだ。気楽だったよね。気楽すぎて油断しまくって大勢吊るされちまったから。これは子供たちを撃ち殺された仕返しでしょう。そうだけどよ、ガキが襲ってきたんだ。しょうがねえだろ。だからって銃弾を浴びせなくても。そうしなきゃ仲間救えねえし。子供なのよ、罪はないでしょ。こっちのせいでもない、因果応報だよ。そう。縁起でもねえけど、ここやけに静かじゃねえか。確かにね。ドアが開かない。他の入り口探そう。こうなるとどっちが正しいとかそういうのはもうなさそうだよね。これ動かせないか。これ割れる？すっごい傷。いやでもそこら辺っぽいね。こっち。どれ？こっち。あった。マニー、上見てきて。はいよ。いや、わ、見えん。見えんってこれは。ケーブルが引っかかってる。じゃあ下ろして。ほらよ、登れ。メル、アリスと待ってて。ドア開けられるかも。入れるか見てくる。オッケー、気をつけて。どう？スカーはいねえな。ギブアップしたんだ。落ちたら死ぬぞ。ああ、だろうね。んじゃあそれ使おうか。
でよし。よし、メル、入ったよ。ドア開けて。あ、すげえな。よし、いいよ、急いで。すごっ、あれ持つか。すげえな、鍛えるとああなんのか。あとちょっと物資集めて、多分ここら辺そんなないと思うから。ここ覚えておこう。本部がいつも敵に探してるし。多分爆弾をちょっとうまいこと使わないといけない感じだよね、大量に出てきたときね。偉いな、ね、偉いな君は。めっちゃパーツ見つかる。開くんか。回り込めたら開けた意味よ。あー、改造できる。やりたいこととしては、装填数増やして、そもそも武器が何が手に入るかなんだよね。やっぱスコープ、もうちょい待ってあげようか。2階は行けるけど、まあ、やばそうな場所ではあるね。あれ、裏からだね。さて、船造船所か。よし、持ってない。いっぺんに2個作れるのはでかいな。で、登れないか。なんであそこで固まってんだろう。あー、上行きたいねー。登れないし、やっぱ2階？やっぱなんかヒントボタンまあ機能してないね。開かないし。どういうこと？普通に開けれるの？ってことは、まあそんな感じだね。
よし。めちゃくちゃ2階を施錠されてるのが気になる。あれだね、リーナとかみたいにこう教えてくれるような感じはないんだね。行って。ハザムの。ごめんメル。危な。うん。クランク壊れた。どうすんだ。アビー見て。ハチだ。マニーそこで待ってて。屋上への道探すね。わかった。でこれで屋上に行くわけか。ね、一緒に来てよかった。ああ。後でマニーにお礼しなきゃね。一緒に来てよかったよ。後で襲われたって知るのは嫌。ねえ、なんで私を避けるの？避けてないよ。ジャクソンの後一言も口聞いてないでしょ。私もあの日のことで動揺してたんだと思う。いくらなんでもむごいって。あれでも足りないくらい。でも加担したくなかったの。だよね。普通の神経じゃ無理。そうじゃなくて、あのハッチに向かおう。そうだね。ここを開けるんだろうけど、あれでも足りないぐらいってだいぶ恨み買ってるな。アビー、あ、やっぱそこじゃん。さすが。よし、それじゃ行くよ。オッケー。いいことって？待って。何してんの？脱出しようとしてるの。頼むからゆっくりね。妊娠してると重心がね、低くなるんだ。ならいいんだけど。やった。よし。はい、ありがとうさん。オッケー。ハッチに近づいたわ。で、これをかけると。これもジョエルがやってたテクニックだね。ワンの頃だけどね。賢い。サバイバルガイド。何が解放された？あー、ステルス。ほとんどの敵でステルスキルが可能になるナイフを2本工作する。はあ、ナイフ工作して。あー、ステルス寄りじゃないんだ。ってことだよね。あー、ってことは、2階までしかステルスが今できないと。うわー、そういうことか。じゃあどんちゃん騒ぎ的な感じだね。で回収して、でまた置くと。よし、いけそうね。いけそうなんだけど、
いや、行ったところでなんだよな。まあ、いっか、行ってみるか。いや、来ないの見ると違うな。いや、でもね、置くっていうモーション出ないから、でもね、ここしか岩のところ出てないよね。こっちやっぱ届かないから出ないもんな。あー、そういうことね。なんかほんとパズルみたいになってきてる。ロープ、ロープ、ロープは？あったあったあった。さすが。で、オッケー。かなり高い。めまいひどいの？下を見ると特にね。高所恐怖症ね。さあ、ハッチで脱出だ。普通こうなんだけどね、ハッチってね。いたいた。マニー、すぐ行く。オーケー。見て、愛しい基地がすぐそこに。車庫突っ切って行けるかも。とりあえず屋根降りない。だね。とりあえず。あなたに怖いものがあるなんてびっくり。こう見えて怖いものだらけ。また私、手術なんて絶対無理だしさ。失敗するって思ってビビりそう。私がいつも平気だと思う。でも父さんはいつも一番の生徒だって言ってたけどね。そうなの？でもお父さんは当てにならないんじゃなかった？でしょ。これ大丈夫かな。お、危ねー。あれ、高さ間違えてたらそのまんま落ちて死んでたよ。アリス、ほんといい子ね。お前らどんだけ待たせんだ。敵はいないの？ああ、気味悪いぜ。ま、もうすぐ基地だし。それが気味悪いよね。ソファーに寝転がって映画見ながら気絶するまで飲んでやる。その飲むっていうのがさ、娯楽があるのがすげえよね。よくぞ聞いてくれた。映画はあれだ、コモシヤマ、オオカミに乗る女の子の。ああ、あの映画好き。で、酒は俺がパーティーで手に入れたメスカル。ちょっと待った、うちらがでしょ。ああ、残しといてやるの。妊娠中で敵に追われてなきゃ、今すぐにこの場でお酒飲みたい気分。お酒ね。よし。速攻終わる。ブシブシ。ちょっとこの辺りアイテム探索しようか。なるほど。休戦協定が破綻した今ここで落ち合うのは危険すぎると。スカーどもがゴキブリのように心あり溢れている。暗証番号は今も大金を当てた番号のままだ。なんのこっちゃ。まあ物資集めようか、とりあえず。あー、よっしゃい。多分ね、だいぶ話が進みまして、エリー編がね、ちょっと終わったと感じです、今。で、エリー編終わって、
今はその次だね。アビー編。探してた女性を今操作してます。だから同じシアトル1日目、2日目、3日目みたいな感じで、時間軸を過ごすみたいな感じかな、そのキャラクターで。でもって多分それが炎上の理由。入れないかな。じゃあ行き やりますか。だったら最高。弾薬ありそう。このワンちゃんもね、かわいそうだったな。弾薬ないじゃん。あ、こっちにあるってことか。こっちだよ。じゃあ物資見つかったんで行きますか。なんか弾薬が見つかりそうっていうことで。線路に沿って行こう。基地に続く道に出るはず。嫌な感じだ。だね。本当。油断しないで。壁越えられるかな。無理だな。これは囲まれるのきついね。あ、トンボか。やっぱセラファイトいたね。いったー。そうなんだよね、スキルがそんなに高くないから聞き耳が壁越しで見えないんだよな。え、そこ行っちゃう？いるいる。もうちょい、もうちょい二人して前に行ってくれれば。こいつらマジで頭いいからね。ああ、なるほど。時間のかかりが全然違うんだ。ナイフだと多分短時間でいけるんだけど、右？あ、いたいた。瞬殺できるかどうかの違いだね。こっち向くな。正直片方いければ。いや、こっちはこっちでえぐいな。あなたちょっとは後ろを見なさい。いてー。てか、なんで発砲した？めっちゃ R2 ボタンも発砲、あれ、暴発するやん。
やばいやばいやばい。ああ。マジで。どうした急に動かなくなるのやめてね。こう。次どこ？いたいたいた。おいいな。今見えたね、奥にね。聞き耳もね、そんなに。うそー。お前のは当たるんかい。いた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 。よし。いやー予定外やったわ。しんどい、ほんとしんどい。もう一番の敵はコントローラーや。今回のではっきり分かった。いやーマジか。ちょっとコントローラー買い替えないとこれはやばいね。早くプレファイブ当たらないかな。いや今日になっていきなり、まあ、前々回の配信からなんだけどね、コントローラーがちょこちょこ暴発するから、四角ボタン押してたのに発砲したからね。あれはあかんわ。行き止まりだ。よし、別の道探すか。そこそこ上上。ねえこっち。ほら行くよ。あとはコントローラー一回分解だね。そういう意味ではね、こういうレンガとか持って、お、びっくりしょー。持ってる方が何かと。敵いるか。行くよ。どうする？
絶対それバレてるよね。ウルフだ。痛い。そうするしかないよね、もう。回数が尋常じゃねえんだよ。あーナイスナイスナイス。あ、めっちゃ綺麗に隠れてるワンちゃん。あー、お前えらいな。お前ら最高。ガキは全員お前らの名前つけよ。いける。あんたらがいてよかった。運が良かったね。銃声が聞こえて。あーってことは基地が近いんだね。いや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 。地獄みたいな感じだった。いやー、ほんとエリーの時と違って銃弾戦が多い多い。一応 OK かな、物資はこれで。なろう。ちょっと大丈夫？死にゃしないさ。メル、手伝う。ほら手を見せて。いいぞ。なんとか逃げれた感じだね。もうすぐ着くから。ゲートを開けろ。どうしてやれ。メル、何？背中、手首を強く握ってた。マジかよ。気づかなかった。ねえ、負傷者2人。彼は手に銃創を受けてる。メル、あんた悪くなかったよ。それってお世辞？ほら行ってこい。アリス待て。ほらこっち。お座り。だいぶ出血してたな、あいつ。安静にしてなきゃ。きっと平気だ、大丈夫だって。お疲れさん。ほらおいで。この子はアリスだ。おいでアリス。いい子だ。どうもな。どうも新入りは信用ならねえ。助かったぜ。おいマニー待てよ。何をもめてる。ということで一旦今回はここまでしたいと思います。動画を見てる方はここまでで、のカット版、メンバー限定の方を見ている方は、このまま引き続きもう一本分やりたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあちょっとね、メルが心配ではあるが、まあ最後がああなったのは分かってるんで、生きてるんだろうけど、まあなんでアビーたちが逃げたのかはちょっと気になるね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。